赤子のテイレポソーきかかえるヘイラクレース。全4世紀のギリシアの彫刻のローマ時代のコピー。バチカン美術館所蔵。ギュスターブ・モローの1872年の絵画、デイ・アネーラ、秋。ゲティセンター所蔵。ネッソスにさらわれるデイ・アネーラを描いている。ネッソスはヘイラクレースに殺されるが、デイ・アネーラは死の間際に、ネッソスから血を受け取る。 ヘイラクレーダイは、ギリシア神話の英雄、ヘイラクレースの子孫である。長母音を省略してヘラクレーダイとも表記される。ヘイラクレーダイは、ヘイラクレースの後衛の意であり、辞儀通りに解釈するならば、神話時代のヘイラクレースの子孫とその、末裔を称する歴史時代の昭和全体を指すが、ギリシア神話では、通常、ヘイラクレースの着流であるデイアネーラの子供たちの家系を言う。 ヘイラクレースの死後、子供たちはミュケーケナ内の王、エウルステウスから迫害を受け、ペロポネーソス半島を去った。このためヘイラクレー大にとって、ペロポネーソス半島に帰還することは、英雄の育ての父、アムピトリオーンがミュケーケナ内を追放されて、以来の長きにわたる悲願となった。このヘイラクレー大の帰還の物語は、キリシア神話の世界で起きた最後の大事件であり、 トロイア戦争を挟んだ長期間にわたって語られ、歴史時代には平落ダ大の期間はドーリア人の侵入と結びつけられた。また古代の悲劇作家たちはこの物語をしばしば題材に取り上げた。平落ダ大の物語は英雄、ヘラクレースの死から始まる苦難の物語である。彼らは戦争によってエウリュステウスに勝利した後も何代にもわたって、 帰還を果たすことができなかった。ヘイラクレーダイの最大の協力者、ドーリア人の王、アイギミオスは、国難をヘイラクレースに救われたことに感謝して、英雄の息子、ヒュロスを養子とした。さらに国土を三分して、自分の二人の息子デューマース、パンピューロスとヒュロスに分け与え、王の二人の息子たちも、ヒュロスらヘイラクレーダイの帰還に協力した。しかし、 ケーラクレーダイがペロポネーソスに帰還を果たしたのはヒュロスから三代後のことだった。この物語の背景にはドーリア人の大移動があるとされる。彼らはギリシア人の一文派であり、紀元前1100年頃に北方地域から南下してペロポネーソス半島に侵入し、その地に栄えていた未経年文明を崩壊させた後に定住した。これを裏付けるかのように、 ドーリア人の征服を受けなかったアルカディア地方にキプロス方言と極めて近い方言が残っていることはよく知られている。この侵入によってギリシアは紀元前700年頃までの数百年の間文字資料に乏しい暗黒時代に陥った。この移動については古代の作家、著述家たちが伝えており、ドーリア人を率いた者たちは平落例外で、彼らはその地を取り戻すために、 ドーリア人の協力を得て、帰還を果たしたのだとされる。具体的に帰還が果たされた時代については、例えばトゥーキューリデ,デイスは、トロイア戦争の80年後に、ドーリア人が、平落霊大と共に、ペロポネーソス半島を支配したと述べ、パウサニアスは、ピロスに帰国したローショーネストールの死後に世代後に、ドーリア人の遠征と平落霊大の帰還が起こったと、述べている。またドリア人には、 ヒュレース、デューマナタイ、パンペロイの三つの部族があるが、各部族の名は、ヒュロスとアイギミオスの二人の息子デューマース、パンピューロスに対応している。こうした伝承が生まれた背景には、ドーリア人が特に信仰していた神の中に、ヘイラクレースがあり、ペルセウス王家の子孫であるヘイラクレースの伝説に結びつけることで、自身の正当性を主張したことが考えられる。王女余レ,レ。 英雄、ヘイラクレイスの死は、美女、イオレイが原因だった。彼女は、オイカリア王エウルトスの娘で、ヘイラクレイスはかつてイオレイに求婚したことがあったが、王とその子供たちの反対で結婚できなかった。ヘイラクレイスは、オイネウス王の娘デイアネイラと結婚し、弱死、ヒュロスを設けた後も、このことを忘れなかったのである。後にヘイラクレイスは、オイカリアを攻め、 エウルトスの一族を殺し、王女、イオレイを捕虜とした。しかし、これを知ったデインアネーラは、ヘイラクレースの愛を疑った。彼女は、ネッソスからもらった血を美薬と信じて、服に塗り、リカースに持って行かせた。しかし、ネッソスの地にはヘイラクレースが矢に塗ったヒュドラーの猛毒が混ざっていたため、服を着たヘイラクレースは、毒で衰弱し、生きたまま仮装されることを望んだ。 ヘイラクレースはヒュロスに妖霊を妻とすることを遺言ううし、仮装されてオリュンポスに登り、神となった。ヘイラクレースが死ぬと、エウルステウスはヘイラクレーダイに対する迫害を開始した。彼らはトラーキースに身を寄せていたが、ケイユクス王は戦う力がなかったので、アテー内の北東のマラ島にあるゼウス神殿に逃げた。エウルステウスは、 アテーナイにヘイラクレーダイの引き渡しを要求したが拒否されたため軍を率いてアテーナイに迫った。アテーナイ人は女性がペルセポネーの生贄とならなければ勝利できないと信託で告げられていたためヘイラクレースの唯一の娘マカリアーが自ら命を絶った。エウリステウスとアテーナイの戦争はアテーナイの勝利に終わった。この戦いではヒロスが援軍を率いて戦い、 若返ったヨラオスも活躍した。エウリステウスは逃亡したが、メガラーのスケールオーン岩の付近でヒロスに殺された。エウリステウスの首を受け取ったアルクメーネーは、エウリステウスの両目をくり抜いたという。エウリステウスの死後、ヘイラクレーダイは、ペロポネーソス半島を征服したが、全土に薬病が広がった。神託は、ヘイラクレーダイが、運命よりも早く帰還したことが原因だと告げた。 このためヘイラクレイダイは、再び、マラ島に去った。ところで、その直前、ヘイラクレイスの子、トレーポレモスが誤って、リキムニオスを杖で撃ち殺すという事件が起きた。他のヘイラクレイダイは、トレーポレモスを避難したため、トレーポレモスは、ロドス島に去り、その地で王となった。コリントス地況とコリントス湾、ペロポネーソス半島。 ヘイラクレーダイとペロポネーソスの軍勢が退治したとされるコリントス地境その後、ヒュロスは帰還を果たすためにデルポイの信託所に伺いを立てた。すると信託は三度の収穫の後に帰還すべしと告げた。この時に問題となったのは三度の収穫の意味するところである。ヒュロスはこれを三年と解釈し、三年後に軍を結集して、 ペロポネーソス半島に向かった。一方、ペロポネーソス半島の諸都市もこれに対抗して、軍を集め、両軍はコリントス地境で退治した。この時ヒロスは、戦争をせずに、代表者の一騎打ちで勝敗を決し、もし平落令大側が勝利すれば平落令大は、ペロポネーソス半島に帰還して、その権利を主張できるが、もし負ければ、今後100年間、帰還しないと提案した。 そこでペロポネイソス側はアルカディアのテニアーノ王エケモスが志願しヘイラクレイダイはヒュロス自らが戦ったがヒュロスはエケモスに敗れて殺されたちなみにこの出来事の後にトロイア戦争が起きたと言われる前述のトレーポレモスはロドス島の軍勢を率いてトロイア戦争に参加しサルペードオンに撃たれたその後ヒュロスと幼霊のコクレオダヨースは 平楽霊大を率いて帰還しようとして果たせなかった。クレオダイオスの子アリストマコスは帰還を果たすため、再びデルポイに伺いを立てた。すると神託は狭き場所より帰還すべしと告げたので、アリストマコスは狭き場所をコリントス地球のことと解釈し、再びコリントス地境を通って帰還しようとした。しかし、ティーサメノスが抵抗し、この戦いで、 アリストマコスは戦死した。アリストマコスの子供たち、テーメノス、アリストデーモス、クレスポンテースも、また帰還する術をデルポイの神託に伺った。ところが帰ってきたのは、ヒュロスやアリストマコスが授かった神託と同じものだった。テーメノスは怒って、フソは、神の告げた通りにしたのに行動したのに、死んでしまったではないか、なぜ同じお告げなのか、と非難した。 すると神託は、彼らが死んだのは神託を正しく理解できなかったためで、あり、三度の収穫の後とは、三世代の後という意味であり、狭き場所とは、コリントス地境の西の細長い海のことであると告げた。神託の意味を理解したテーメノスは海を渡るため、ポーキスで群船を建造した。その地は、テーメノスが群船を建造した古事によって、ナウパクトスと呼ばれるようになった。 しかしナウパクトスに留まっている間、ヘイラクレーダイに災難が降りかかった。まず、アリストデーモスが、双子の子供たちプロクレース、エウルステネースを残して死んでしまった。原因は雷に撃たれたとも、アポローンに射殺されたとも、ピュラデースとエレクトラーの子供たちに殺されたとも、言われる。また、ヘイラクレーダイの前に神が勝った預言者が現れて、預言の言葉を叫んだが、 ヘーラ平落イ大は彼をペロポネーソス側の人間の陰謀ではないかと疑って殺してしまった。するとヘーラ平落霊イに最悪が降りかかり、建造した軍船はことごとく破壊され、兵も基金で離散してしまった。信託は最悪の原因は預言者の殺害にあり、殺害者を追放することで清めとし、三つ眼の男を機関の案内人とすることを告げた。 そこで、テーメノスは、殺害者ヒッポテイスを追放し、三つ眼の男を、探すと、片目の馬に乗ったオクシュロスという男に出会った。この男は、ゴルゲーの子孫で、殺人の罪でアイトーリアから、エイリスに逃亡していた。テーメノスは、オクシュロスが予言の男だと考え、ペロポネイソス半島へ案内を依頼した。オクシュロスは、コリントス地境を通って陸路から帰還するのではなく、 海を渡って、ペロポネイソス半島に帰還することを進め、海を渡るのに適したアイトーリアのモリュクリオンに案内した。ヘイラクレーダイは、オクシュロスがエイリスを欲していることを知り、案内の返礼に帰還を果たすことができたなら彼にエイリスを与えることを約束した。その後、オクシュロスの案内で、ペロポネイソス半島に帰還を果たすと、ティーサメノスとの戦いに勝利し、 殺したとも、追放したとも言われる。後者の説によれば平楽霊大は、ラケダイモンとアルゴスを支配していたティーサメノスと、メッセニア地方を支配していたネイレウスの子孫を、追放したとされ、ティーサメノスは、アカイア地方へ、ネイレウスの子孫は、アテーナへ去ったという。その後、テーメノスと、アリストデーモスの西プロクレイス、エウルステネス、そしてクレスポンテースは、 どの土地を得るかをくじを引いて決め、テーメノスは、アルゴスを、プロクレイスとエウルステネースは、ラケダイモーンを、クレスポンテースは、メッセニアを得た。このくじ引きによって、ヘイラクレイダイは、アルゴス王家、スパルタ王家、メッセニア王家の三つの王家に分裂することになった。これらの王家のその後は、以下の通りである。エウリーピデイスは、ヘイラクレイダイを題材に、いくつかの悲劇作品を書いた。 ヘイラクレースの子供たち、アルケラオス、クレスポンテイス、テーメノス、テーメノスの子供たちなどが知られているが、ほぼ完全な形で現存しているのはヘイラクレースの子供たちのみである。これは、ミュケーケナ内の王、エウリステウスとアテナ内の戦争を題材としている。なお、アルケラオス、クレスポンテイスに関しては、エウリーピデースの悲劇に反を取ったと考えられる。 物語がヒュギーヌスによって再録されている。ありがとうございます。